7日って祝日なんでしょ、台湾。本来の国民の祝日みたいになってた。普通にお店とかやってるらしいんで。うん。あ、よかった。ありがとうございます。いいし、ずっと待たせてごめん。かわいい我が子のように。エレベーターで3階へ。伊達桃は近代的。近代的？うん、このなんか構図がすごい。無理し。うん。あっち。はい。よし。いけるいける。チェックインはパスポートですぐできるんですよね。パスポートと E チケ。うん。E チケだからこの機械で大丈夫なんだよね。なんか話しかけられてたね。もう話しかけられました。え、どうした？どこ行くのって。大きいキャリー枕ねーって。おじいちゃん。そうですね。そうです。そうですね。それは。名前と旅のしおりでーす。伊達散策。旅のしおり。ありがとうございます。可愛い。一味ぐらいは。なんか内容説明すると、まあ準備とか迷子の注意。すごいなぁ。すごいね。しか読めない。水餃子読めた。水餃子はね、読めるだろうね。これ読んでほしいな。名前知ってる。なんかバリンシャ。バリンシャ。バリンシャ。これなんですかね。なんか見たらこの辺がタピオカであってほしい。タピオカは餅だから。あ、そうなんだ。あ、でも餅さんがある。先輩どれがタピオカだったんですか。右下。右下。あ、違うわ。ネギ餅みたいな。ネギ餅。違うわ。あの左の中央だわ。カイコ餅みたいな。そうそうそう、カイコ餅。あ、これ、なるほど。これが食べようと思う。うん、ぽいぽい。水餃子ではない。水餃子ではない。え、でも餅多くないですか。胡椒餅、うるおい餅。うるおい餅じゃない。うるい餅じゃない。タピオカ卵っぽいからカイコ餅。カイコ餅、私はそっちだと思った。なるほど。これ現地だね。分かる。いいと思いますよ。綺麗ない？日本に。日本に5日間分の見るわね。ないと思う、私。ないはずだ。先輩絶対なんかあるわ。なんかありそうだよね。大丈夫かな。やったよね。はい。なんで鍵、小銭ポケットは入ってない。大丈夫です。パソコンだけは出さないといけないけど。失敗します。よし、では国の狭間行くよ、みんな。はい、レッツゴー。レッツゴー、国の狭間。あ、そっか。国境を越えてしまう。越えちゃう、越えちゃう。やばい、やばい。行こう、行こう。イエイ。もう、写真撮ってる、麦。でも、あれは飛行機じゃない。ない、そうだよ。あれはね、アナって言うんだよ。あれは家です。
アナって言うんだよ。私荷物入れなきゃいけないんだよね。麦奥行く？台北
よし、すごい。そう、伊達はね、晴れるからね。マジで晴れる。本当に晴れる。やっぱ旅行だって3時間ありますね。本当本当。いや、松山空港マジ近いね。どういうことですか？ホテルからですか？うん、あの空港2つあって、だいたい安いツアーっていうのは、遠い方に行って、遠遠って桃にそのってくる。あ、そうだね。そこからホテルまでというか東京の駅までが1時間ぐらいかかってる。ここはもうマジ近い。10分かかんないかも。最近できたわけではなく？ではなくて、なんか基本的にはなんか国内線しかないみたいな感じらしい。はあはあ、こっちの方は。国際線大体あの。すごいバイクだね。台湾といえばバイクだよね。街見てると日本のお店とかあるんですよ。あとタピオカ屋とかが多い。タピオカ、タピオカ決めないと、決めないと。そう、禁断症状が出てきます。そんな震えてんな、そんなな。禁断症状マジか。